皆さんおはようございます。ノーマルヨッシーです。本日もレーシングマスター略してレーマスやっていきましょう。皆さん今日もよろしくお願いします。ということで本日の動画なんですが、皆さんシーズンパスはお買いになられましたか？今回のシーズンパスって激アツですよね。どどん、こちらが今回のシーズンパスになっております。なんとパフォーマンスのレジェンドマシンを手に入れることができるんですね。購入したらの話なんですけれども、でこちらのマシンについてね、今回ちょっとやっていこうかなって思います。まあどれぐらい速いのかっていうのね、皆さんにお見せできたらいいなって思います。でこちら試乗することもできます。ぜひともですね、気になる方はここで試乗していただいて、ああこのマシンだったら欲しい、買おうかなということで購入を検討されてみてはいかがでしょうか。で、今回私ヨッシーは何をするかと言いますと、このマシン、いろんなマシンと比較してみようかなって思います。そしたら僕自身もこのマシンはこれぐらいの速さだからぜひねおすすめですよとかいうこともできるので、いやもしくは買わない方がいいよとかねそういうことも言えますんで、今回ちょっと比較していきます。ぜひよかったらね、皆さん最後まで見ていただいて、このシーズンパス買おうかなって迷ってる方はですね、ちょっと参考にしていただけたらいいなって思います。うん、でまあちょっと言っておくんですが、基本的にシーズンパスはおすすめです。なぜかというと、やっぱりね、この強化パーツが手に入るんですよね。そこがやっぱり熱いな。強化パーツっていうのは皆さん足りませんよね、基本的に。なので、まあ、それ目的のためにも、このシーズンパスをゲットするっていうのも全然いいのかなって思います。で、まあ、そのついでに、このレジェンドマシンもいただけるっていう形もね、全然いいんじゃないかなって思うんでね。皆さん考えてみてください。で今回ねこのマシンの性能も見ていただいて考えてみてください。でもしこの動画が少しでも良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そうするとヨッシーの元気が出ます。もう全然元気じゃなさそうだけどね。はい、ということでやっていきましょう。はい、それでは早速このマシンについて見ていきましょう。BMW M3 ですね。どういったマシンなのか、まずはグラフをご覧ください。ドドン！加速力、まあまあ速い。最高速度もまあまあ速い。ドリフト、よーく曲がる。ブレーキもまあまあかかる。安定性、超低いですね、これ。で、最後にステアリングも超曲がるということで。めちゃめちゃいいマシンですね、このグラフだけ見ると。うん、かなり使えるマシンなのかもしれません。これはね、かなり期待大ですね。で、ちょっと詳細見ていきましょう。ドドン！得意なコース、バルセロナ、サルダーナ、シカゴ、ループウェイになっております。いいね、いいね。この二つのコースっていいですね。で、後輪駆動のマシンになっております。で、バランス型。やっぱりバランス型でしょうね。からの、スポーツカーといったところ。なるほど、なるほど。これはかなりいいマシンになりそうですね。で、今回の検証なんですが、私、先に謝らせていただきます。パーツが足りませんので、レベル3の検証になっております。で、改造方針はですね、全部1にしております。うん。他のマシンも同じ状況でやっておりますので、安心して、ご覧ください。それでは比較の方を見ていきましょう。はい、それでは早速比較してみましょう。一番左から、今回の主役 M3。で、真ん中がパフォーマンス格最強格のエボテン。一番右が、同じく BMW のレジェンドマシン M4 になっております。まあ、同じ BMW のレジェンドマシンなんで、今回ここ比較してみようかなって思います。はい。ということで、まずはストレート対決、加速力と最高速度。見ていきましょう。それでは行くぞ。さあ、早速見ていきましょう。まずは加速力で最高速度、どのマシンが速いのかですよね。さあ加速力なんですが、パッと見た感じエボテンちゃんが速そうでしたね。うん、まあここもね編集でちょっと見せていきたいと思いますんで、皆さんにはそこが伝わっているかなと思います。
で、お次最高速度ですね。さあ、どのマシンが最高速度は速いのかどうなのか、今のところ M3 が一番速いですね。うん。で、M4 っていうマシンはですね、どちらかというとコーナリング性能の高いマシンになっているので、このストレートはね、ちょっと苦手なのかなっていう印象です。さあ、今のところ M3 が一番速いぞ。エボテンがその真ん中を行っている。で、 M4 が抜いていく。スピード M4 が速くなりましたね。 M3、M4、 うん、でもさすがに M3 の方が速いですね。で、その次 M4 が最高速度速かったからのエボテンちゃんでしたね。なるほどですね。なかなかいい戦いですね。でもここはですね、完全にぶっちぎってるのは M3。 しかも7速とかだったよね、今ね。うん。このやっぱりミッションによってもね、最高速度変わってきますんで、うん、その辺もやっぱマシンによってはいろいろありますね。さあ、まず M3 がゴールからのエボテンと M4 ほぼ変わらないといった印象ですね。タイムが M3 が1分9秒、でエボテンが1分10秒、からの M4 が1分10秒。うん、だからエボテン M4 はほぼ変わんないかなっていう印象ですね。 M3 は結構抜けて速かったんで、最高速度では M3 が一番速かったですね。それでは続きましては、サンフランシスコになっております。このコース好きなんだよ。なんか海と空と綺麗だねみたいな感じで、まあそういうわけで来たわけじゃないんですよ。このコースですね、ストレートが非常に長くって、コーナーも結構あるんですよ。うん、だからね、バランスが結構取れているので、ここで見ていきたいと思います。はい。で、一つね、ちょっと謝らなければいけないことがあって、今回 M4 ちゃんですね、ちょっとスマホ画面になっております。だからちょっと見え方が変わっているんですが、そこは皆さんご了承ください。すいません。ちょっとこの素材を撮るのにですね、どうしても忙しくて、スマホで撮るしかなかったので、スマホで撮らせていただきました。はい。それでは3台の走り見ていきましょう。はい。それではサンフランシスコでの戦い見ていきましょう。今回の戦いはどうなるのか、先ほどの戦いで勝った M3 が勝つのか、それともパフォーマンス枠最強のエボテンが勝つのか、それともコーナリング性能ナンバーワンの M4 が勝つのか、楽しく見ていきましょう。うん。今のところそんな差はないかな。M3 エボテンがやや先を行っているかなっていう印象ですね。うん。M4 も食らいついていっているといった印象ですね。で、ここからは M3 が使いやすかったのか、どうだったのかっていうのをお話ししていきます。私、ヨッシーの感想としては、M3 扱いやすいです。特にね、初心者さんや運転がちょっと苦手だなっていう方は使っていただけるといいのかなっていう印象があります。で、なぜかというと、このマシンですね、ドリフトを無理やりやっても、結構速度が落ちずに、走ってくれます。そこでかいよね。例えばなんですが、エボテンちゃんなんかはドリフトすると結構速度落ちちゃうんですよ。うん。でもね、それでも速いんですけれども、なるべく綺麗に曲がらないとエボテンの力を発揮することはできないといったところなんですよね。うん。ただ M3 や M4、この辺のマシンはですね、無理やり結構オーバーでドリフトしても、その後の加速をね、うまくさせてあげれば、かなり速く走ることができます。うん。なので、初心者さんや運転が苦手な方は、こういったマシンの方が使いやすいと思います。うん。ちょっとね、エボテンとかのマシンになってくると運転がね、ちょっとやや難しい部分があるんですよ。まあそこに関してはね、ちょっといろいろと動画でまた解説していこうかなとは思っております。うん。特にね、 4WD、四輪駆動のマシンはね、そういった傾向があるので、そこの解説もさせていただきます。さあ、最後のストレートです。どうでしょうか。 M3 速いぞ、からのエボテンか。いや、これはどうなる。かなりいい勝負してるぞ。ここでちょっと M3 がちょっと遅れてしまったんですが、エボテンからの M3 からの最後は M4。 うん、あんまり変わらないんですけれども、1位エボテン2分5秒、 M3 が2分6秒、 M4 が2分7秒といった感じですね。まあそこまで大きくは変わらないんですけれども、まあ M3 は結構早いっていうのがわかりますね。はい、ということで最終コースやってまいりました。ここはシチリア島グラフィティマリーナになっております。で、このコースですね、どんなコースかというと、
コーナーがめちゃめちゃ多いです。だからそれぞれのコーナリング性能が見れるのかなと言ったことになっております。果たしてどのマシンが一番速いのかね、見ていきましょう。はい、それでは最終戦見ていきましょう。シチリア島グラフィティマリーナになっております。さあ、ここのコーナーコースを制すのはどのマシンになるのか楽しみですね。で、ちなみになんですが、コーナリング性能が高いといえばやっぱこの M4 ちゃんですね。非常にコーナリング性能高いです。で、エボテンはですね、どちらかというと安定系のマシンになっております。うん、かなりコーナリングも曲がってくれるし、加速力も高いといった感じですね。で、今回新しく追加された M3、この子は今のところ見た感じはストレートめちゃめちゃ速いよねっていうところと、コーナリング性能も全然悪くないよねっていった感じになっております。あとはですね、加速力が結構ものを言ってくるのかなといった印象です。で、加速力といえばですね、四輪駆動のマシンがどうしても加速力が割と高めになっていますので、そこら辺で強みが出てくるのかなっていうところかな。あ、ちなみに四輪駆動のマシンっていうのはエボテンちゃんですね。で、M3、M4 ともに後輪駆動のマシンになっております。うん、で、後輪駆動のマシンっていうのはね、結構ね、このオーバーでのドリフトっていうのをやって、曲げた方が早いです。はい、で、四輪駆動のマシンはどちらかというとオーバーを出さずに、緑ゲージや、このオレンジゲージぐらいでね、とどめて曲げてあげると非常に速いといった感じになっております。だ、結構マシンによってね、こういうように使い勝手が変わってくるんですよね。うん、なので、完全な比較っていうのはできないんですけれども、まあ、なんとなくね、速さの水準等はね、分かってくると思うのでね、それぐらいの参考で見ていってください。さあ、今のところエボテンが、トップを走っております。その後はどうだ、 M3、M4 が結構いい感じの位置で戦ってますね。あんま変わんないよね。まあでもこの2台の違いって、まあどちらかというとコーナリング性能は M4 なのかなって感じ。うん、だけどまあ最高速等は M3 なのかなっていうところですよね。ということでゴールしました。エボテンが2分4秒、圧倒的に速い。M4、M3 がともに2分7秒といった感じになっております。うん、やっぱね、エボテンはやっぱ速いんですよ。そういうマシンなんでね、速いんですけれども、で、今回この結果を見てですね、まあ、M4 ってコーナリング性能結構高いんですけれども、この M3 っていうのも引けを取らない速さを持っていたんで、かなりいいマシンじゃねえかなと思います。ストレートも速いしね。だからストレートの長い場所だと M3 が速かったりするんで、ね、かなりいいマシンですね。はい、ということで比較動画は以上になっております。皆さんここまでね、最後まで見ていただき誠にありがとうございました。で、ちょっとまとめていきますと、ストレート対決ではこの M3 が一番早かった。で、エボテン、M4 ともに変わらないぐらいでしたね。お次サンフランシスコなんですが、サンフランシスコはエボテンが一番早くて、その後に M3 の M4 でしたね。で、一番最後のシチリア島グラフィティマリーナはですね、エボテンが速くて、M3、M4 ともにね、変わらないぐらいでしたね。ということで、このマシンかなり速いマシンになっております。で、特にね、パフォーマンス枠、レジェンドマシンが足りないよっていう方はですね、このマシン購入を検討してみてもいいんじゃないかなって思います。かなりいい感じのマシンです。速いです。だから、私、ヨッシー的には、購入してもね、損しないかなっていう感じになっております。だってさ、やっぱこのマシンをゲットできるプラス、強化パーツもゲットできるので、やっぱその2点が手に入るっていうのはかなりでかいのでですね、ぜひ購入してみてください。シーズンパスそんなに高いもんじゃないんでね、おすすめになっております。はい、ということで、今回の動画は以上になっております。最後にガチャでも引いていこうかなと思います。シュワッチ。やってまいりました。皆さん、無料ガチャのお時間でございます。今日は皆さんに神引きをお見せするためにダイヤマンがやってまいりました。この3回で私が最高の引きを見せたいと思います。それではやっていこう。1回目、私が狙っているのはスパイダー。これでスパイダーの1突するんだ。花火は上がっていない。さあ、押すことによってやってきてくれるでしょう。おそらくスパイダーカモン、スパイダーカモン、チーン。
今のはウォーミングアップです。次が本番です。行きます。さあ来い。さあ来い、スパイダー。俺は待ってるぞ。みんなは弾けているんだろうけど、私は弾けない。スパイダーカモン。行くぜ。せーのが、ほい。さあ来い。来い。チーン。なんでこんなに青ばっかりなんだろうね。まあ、ガチャだもんね。無料だし、文句は言えない。一言も。で、最後に皆さん、お見せしましょう。スパイダーを。皆さんにお見せします。スパイダー、カモン！ラストに来てくれるでしょう、花火やなっていないからの、この箱の中からおそらく出てくるでしょう、スパイダー。カモン！カモン！やーん！いや、惜しかったね。いい線いってたわ。ということで、今回無料ガチャ3回になっております。皆さん、最後まで見ていただき、誠にありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いします。また次回もやっていきますね。ぜひまた次回お会いしましょう。じゃあね！バイバーイ！